おはようございます、えー、今日の話は「幸せな職場の経営学」という前の高橋さんの本の中からウェルビーイングな組織という話です政府主導の働き方改革は GDP 国内総生産を増やすため社会的マイノリティとされる女性や障害者を積極的に雇用し インクルーシブ、まあ、包括的的的な組織ををを目目指すここととと過重労働によってもたらさされるる精神的苦痛を軽減させることを目的としています、まあ、しかし時短だダイバーシティださあやってみようなどとスローガンだけ与えられても多くの現場では実際に何をしたらいいか分からず戸惑うことになりがちです私も働き方改革の考え方自体には共感しますがウェルビーイングに関連づける余地はまだまだ残されていると感じます 江戸ディナーディーナらの論文によりますと主観的幸福度の高い人はそうでない人に比べて創造性は3倍生産性ははは3 31% 37%倍生産売上は37高い傾向にありますまた幸福度の高い人は職場において良好な人間関係を構築しており転職率離職率欠勤率はいずれも低いという研究データもあります。 だからこそこれからの企業や組織は働き方改革で時短を徹底的にしてですね無駄,に無駄を減らすことを考えるのではなくまず社員やチームメンバーを幸せにすることを目指すべきでしょう創造性が3倍生産性が1.3倍になれば結果的に時短にもつながるわけです、えー、ウェルビーングについて前の詩はこう言っています、えー、個人主義集団主義に偏るのではなく 個人の幸せとみんなの幸せのどちらも大切にするのがウェルビーング第一主義です幸せファーストみんなの幸せを第一にです、えー、ウェルビーング第一主義は決して難しいものではありません自分も含めたみんなの幸せをまず考えることですこのみんなが幸せになるべきであるという当たり前の考えを中心に、えー 備えることによってティール組織やフラクシー組織といった新しい考えと家族経営のような古き良き考え方の類似性を統一的に捉えることが可能になるんですウェルビーングとは直訳すると健康幸福という意味です、えー、ウェルビーングというのはポジティブ心理学とも関係がありますそして、えー、ウェルビーングというのは成功したら幸せになるのではなく 幸せになると成功するというふうに言われていますそれをハピネスアドバンテージというふうに言っていますじゃあ今日はこれで終わります